試合開始1時間半前なんですけれども、待ちきれないというファンの皆さんが日本全国からずらりとおよそ100人ほど並んでおります。どの選手とか何かあります？藤沢辰樹選手、はい、僕はもう吉田姉妹で、もうやっぱそうだねよ、生そうだねよ、聞きます聞けますね、もう言ってもらわないとね、もう、はい、でも写真も撮れたから満足なんですね。あらららら、本当ですね。たまたまこう車でね、運転手とああって言って車止めてもらってダッシュして、はいはい、吉田さん選手とも写真撮って。あ、吉田選手も吉田選手ですね。あ、ゆりか選手ですね、はい、でもすごい優しくて、はい、まあ、もういいですよ。オリンピックからファンになりましたね。それより前からだったらよかったんだけどね、みたいな。そう言っちゃった。言っちゃいました。もう言わなくていいんじゃないですか。そして、行列の一番前に並んでいたこちらの男性は。今日は何時かな？今朝の3時半からです。3時半？ちょっとモーニングタイム、ちょっと見てて面白いなと思いますけど。ちなみに一番あの注目している選手というか気になっているのは誰だろう？藤沢選手ですね。選手はもう ありがとうございます。もう編集頑張ってください。頑張ってください。すごいです。はい、今まさにインタビュー中に、ね、目の前撮りましたね。なんかいいことあればいいなと思って。あれだけ可愛い顔してるな。なんかこうそれだけで素晴らしいプレー出すんだ。もう尊敬します。本当に元気出ましたね。もうずっと並んでましたけど、もう今まで、もう大丈夫です。あっちに来ましたので。今日午後から青森市で行われているのは日本ミックスダブルスカーリング選手権大会。このミックスダブルスでは男女1人ずつのペアがチームで対戦。今回の大会には全国から21チームが参加。優勝チームは4月に行われる世界大会への出場権を獲得することができます。男女ペアの相性占いを独自取材。さあ、その結果は藤沢さつきさんと山口剛選手なんですけれども、まあ、いっぱいスイープしてもらいます。そしてコミュニケーションは十分という話をしていますが、つい先ほどこのペアの試合が終わりました。おお、勝った。はい、今日午後2時から行われていた藤沢山口ペアの初戦です、つい先ほど試合が終わりまして9対1で見事勝利。ちなみにですね、ハーフタイムのもぐもぐタイムでは山口選手はラムネ、藤沢選手はゼリーを食べていたと。液体と、ね、こちらです。ラムネおやつ。あ、ラムネって食べるやつ。オリンピックで食べてたよね。糖分が必要だっていうことなんでね、頭使うスポーツなんで。そしてあの試合後にはですね、相手選手たちと写真撮影する場面もあったということで、まあ、とにかくライバル選手たちからも注目されているということですね。この2人には勝てないわ。これ最強ペアだ。強さ見るからに強そうな2人だから。そうなんですよ。あ、すごい。あの山口さんがカバーしてくれたので、まあお互いにあのパーフェクトではないんですけど、カバーし合えた試合かなっていうふうに思います。ということで上々のスタートになりましたね。はい、さあ、この相性バッチリな2人なんですが、その他にも、はい、気になる相性の選手たちがいます。吉田知那美選手と清水哲郎選手、はい、仲良くプレーしようとしたいと。そしてあのすごく楽しく今回を迎えられたって話をしていて、もう一つ気になるのはですね、吉田知那美さんがあのインスタグラム結構頻繁にこう更新してて、哲郎選手のことを結構アップしてるんですよ。てっちゃん、てっちゃん、ちょっとね、あだ名で呼んでましたもんね。はい、呼んでたし、うん、ちょっと焼きましたね。なんでそういう人、そういう人さんが多分いっぱいいました、会場に。なんで俺じゃないんだと。まあ、その後でできないでしょ、カメラさん。私できないんで、そこがおかしいんですけど、それぐらいのもう存在になったっていう。すごいね。なんて言うんでしょう、スイープ。スイープ力強いから、女性がこれできない部分、男性がカバーしてくれる。力強い、そうですね。そして、吉田選手の妹さん、吉田ゆりか選手は、両角雄介選手とペアを組むんですが、もうね、お兄ちゃん的存在で見てるんですね。両角お兄さんについていきますと。で、もう一つ、両角選手は大会中は喧嘩をしないっていう、うん、なんか夫婦みたいな戦闘さん、ね、なんか皆さんの会見が結婚会見のようね、このような夫婦になりたいですみたいな、ね、会見でしたものね。
まあ、もちろんあの小さい頃から大会などで面識はあるので、はい、親交ある方たちなので仲がいいということもあるんですけれども、特にダブルスっていうのはね、男女2人でやるペアあの大会になりますので、どういった駆け引きコンビネーションが見られるのかは注目です。2人のですね、みんなそれぞれのですね、プロフィールと顔からどのペアが一番合うのか占い上の、はい、見てもらいました。誰だと思います皆さん。はい、まあ、パッと見強そうなのはやっぱりそうですね、なんか勝ちそうな印象だよ。そうですね、あのスキップとセカンドってことで違うポジション、うん、でこの2人の選手は吉田知那美さんと清水哲郎さんは同じサードなんでね、うん、同じポジションなんですよね。意外とお兄ちゃんになんか、うん、ついてきます的なあの妹の吉田、妹タイプの入り方と、うん、なんかそこあたりが、ね、お兄さんと星の差かカップルっていうか、カップルじゃどうでしょう、ペア、ペア、ペア、はい、カップルじゃない、レンゲ先生の正解発表しますよ。正解じゃないかもしれないけど、はい、占いです、こちら。一番多いのは山口ペア。そう、藤沢山口ペアです。これ教えてあげたいですね。相性度はでも 75%。 え、それで 75%、先生曰く明るい、楽しもうとしている、ただ意地っぱりで負けず嫌いなところがあるんで 75%。 ちなみにですね、この3組の中で一番相性が良くないのは、うん、吉田知那美さんと清水哲郎選手。本当は2人ともふわっとしてるから、あの気分で、うん、あの相性も浮き沈みがあるという気分屋でどちらも。なるほど、この先生に私たちの相性も見てもらった方がいいかな。何パーセントか誠に勝ってるから。ただですね、あの本当にあのこういうのってペアのこのカーリングのミックスダブルスというのは相性がとても大事な事例がありまして、うん、何かと言いますと、こちらのペアご覧ください。柏木さんと佐藤さんというペアいるんですけれども、うん、2011年にペア組んで2年後に日本選手権優勝してます。すごい実力者で今回の大会も出てるんですね。ですがあまりにも相性良くて、うん、結婚しちゃいました。2016年、しかもカーリング場で、はい、あ、カーリング場っていうのは、これカーリング場です。おしゃれな感じで、一生スイープしてついていきますね。そう言ったんでしょうかね。言ったのかな、言ってくよみたいな。計画とかすごい分かるでしょうね、こう練習してる間とか。そうですよね、面白い。だからこの2人とか 75% ですね。ファンとしては、あのただちなみにですね、山口選手と小泉選手は結婚してますんで、そのあたりはご安心ください。ただね、清水選手は結婚してないんで、ちなみさんとどうなるのねっていう感じもしますけどね。一つだけ言うの、そのご家庭はもうピカピカだろうね。お掃除好きだから。あ、次行っていいですよ。あ、いいイメージ。さあ、今後の日程見ていきましょうか。はい、今日午後5時からですね、もう間もなくですね、吉田知那美さんと吉田夕梨花選手ら、ペアも出場します。そして藤沢選手もまだこの後も試合があるということで、おそらく順調に勝ち上がっていけば3月18日準決勝決勝が行われるということですね。